静かだね。何も喋りませんか。静かすぎすね、すぎすね。保湿スキンケアルーティーンです。皆さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかです。今日は私のこの間の美白ケアに続いて、今日は保湿ケアを皆さんにご紹介していこうと思います。なので今日はすんちゃんナレーションでいきたいと思います。それでは見ていきましょう。レッツゴー。はい、こんにちは、すんちゃんです。また仕事増えてきていました。ゆかスピンですね。スピンも可愛い、可愛いね。こうやってトロトロしてるあのソプトの何これ化粧水をこうやってこうやって塗ります。塗ります。ぬるぬるぬる塗っていきます。可愛くない、可愛くないそれ。じゃあこうやって早く塗ります、早く塗ります。早く塗った方がいいんですね。じゃあほな次また塗ります。あのコットン使った方がいいんかな。ねえ、あの手はあんまりね、なんかグーグーってやってもね、コットンがもうちょっとはっきりって思いますよ。何回言うの、何回塗んねこの子。3回なの。あ、3回か。なんかどっかで見たんだねこの子絶対。3回塗るのはないぜ、見たことないぜ。そうやったらなんかパックぜ、パック。そうこうやってはっきり塗って、これ何、なんかグーダルのなんかカメリアのモイスチャーバリアっていうやつをこうやってしっかり塗っていきます。なんか最近グーダルにハマっちゃって、ゆかちゃんがすごいビタミンが多い感じで、なんかすごいシミとか良さそうだね。そうか、ビタミンじゃないけどさ。オッケーオッケー。次またグーダルのカメレア、あとクリームなのね。あ、すごいなんかもちもちしそう。まあ、まあ、こうやって塗っていきます。塗って塗って塗って、うん、ニキビできてるね。まあ首にも塗って、うわ来た、これこれね、いつもね夜なんかするからね、なんか怖いもん。でもねすごいゆかとなんか似合うすぎてさ。いや本当にゆかと似合う、これめっちゃ似合う。ゆか10分、うん、10分か15分やるけどさ、うわすごいんだよこれ本当に。どっからこんなのなんか拾ってきたかわかんない。アリババ、アリババか、すごいわ。なんかね最近韓国の経済使うのやつ教えてあげた。あ、経済あの金使うやつ教えてあげたのね。そっからすごいバンバン、あ、終わりました、すいません。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。皆さんの参考になったら嬉しいです。まだまだ肌乾燥しますもんね。みんなで綺麗になっていきましょう。次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョー。